リト、行くわよ。よろしく、キリト。それじゃ、またね。いらっしゃい。いらっしゃい。また来てね。
ありがとう。Thank you.
タイム？もういい加減にしてよ。再現しなくていいのにな。Thank you.
丈夫だよね。本当ならこんなダンジョン内で温泉なんて考えられないけど。全身のベタベタを何とかしたいし、危険があってもキリトがいるし。しなきゃならないからドキドキしてるんでしょうが、うん、私も全身そうなってる。食がお腹のあたりに。
人の体をつっつき回す変な魚がいただけ。皮膚の老廃物を食べてくれるっていうやつね。この世界にもいたんだ。フィッシュセラピーなんて呼ばれてて、エステみたいな人気のサービスなんだから。事実は小説よりもきなり、リアルはゲームよりきなりってね。それにしても確かにこの温泉すごく気持ちいいけど、私はリアルの方がいいな。ここは仮想空間なんだなって思うの。全然違うから。なんていうか、温泉っていうよりも温水プールに浸かっているだけって感じ。そのものが違うっていうか、体が芯から温まるっていうか。だったら今度っていうか、現実に戻ったら私が温泉の良さを教えてあげる。ぜひ楽しみにしといてちょうだい。って、私、今すごいこと言っちゃったんじゃん。温泉に誘った感じよね、今の。キリトと二人で温泉とか、アスナになんて言えば。ことだろうと思っていましたよ。はいはい、そうね。温泉にはみんなで行きましょうね。別に。まあちょっと安心したというか、なんというか。自分の発言にびっくりというか。のぼせちゃったのかな。それともキリトとこんな状態で少し大胆になっちゃってるのかな。
せ、完全にのぼせてるわこれは。